こんにちは、オルトタイプのりょうちんです。ヒカルです。今回僕たちはナンバーワンサマーフェスタダブルダッチ部門のジャッジを担当しました。それでは全チームの戦いぶりを一緒に振り返っていきましょう。 A ブロック1番シェイクですね。この子たちは奈良で練習をしている子供たちで、ジュン君、オルトタイプのジュンが指導しています。カウボーイやってますね。カウボーイやってるチームここしかなかったかな。 A ブロック2番スマイリージャンプ。この子たちはキッズのチームなんですけども、ナンバーワンの1回目から今回の3回目までずっと出続けてくれているチームですね。衣装と曲が、ね、マッチしてます。はい、よかったです。 A ブロック3番キャプテンファルコン。ここは見ての通りダンスをよく取り入れてるんですけども、あのビートライブのチョコレートホールと八幡校に通っている子供たちで結成されたチームですね。 A ブロック4番レディーナワ。ビートライブの上賀茂校の女の子だけのチームなんですけども、結構やっぱ見ててやっぱダンスが上手いですね。なかなかスピード感もある展開です。 A ブロック5番ハウディ。ここから大学生のパフォーマンスが続くんですけども、そうですね、衣装が派手で印象に残る衣装だったと思います。やっぱ大学生アクロバットが、はい、クオリティが高くて見てて面白いですね。そうですね、はい。A ブロック6番スリンキードッグ。まだやりたてなんですかね。はい、の中でやってほしかったかな。はい、フリーズ。 A ブロック7番ギネス。こうやって6人一緒に踊るチームってなかなかねなかったと思うので印象に少し残ってます。はい、ちょっと衣装をもうちょっと頑張ってくれたらもっとよく見えるかもって感じはします。 A ブロック8番ラルキーユー。4人チームで縄技をまあやってるんですけども、結構音に合った感じのところとか工夫されてて面白かったです。 A ブロック9番ジオン。ステップはねやっぱ通らないと分かんないんですけど、これは通すのかな。これは、はい、通りました。はい、やっぱ通さないと ね、はい、ね。 A ブロック10番ダンデライオン。スピード感のある展開と、まあ、いきなり来るアクロバットが結構見てて息を呑む展開で面白かったです。そうですね、なかなか確かアクロバットのクオリティも、はい、なかなかいい 高さしてますね。 A ブロック11番エビス。ここはまあ衣装もなかなか工夫してあって、曲も他のチームとちょっと違ったりで自分たちのチームの色がしっかり出ているチームなので、 A ブロックの中で一番印象残ったかなと思います。ダブルダッチコンテストです。まずはキッズちゃんたちが登場しています。可愛いです。公園で練習していたチームが舞台で演技を行っています。B ブロック1番 OBA。 はい、この子たちは、まあ、みんな OB、OG のチームで、はい、見た顔いっぱいです。そうですね、まあ、見ててやっぱ迫力が他の現役チームだと違いましたね。安定感ありますね。はい、 B ブロック2番ジュゲーム。ワームしてますね。ワームワームしてますね。懐かしいです。 J-POP 使ってモンパチね。テンポ速いしね、結構これ出ました。 B ブロック3番リミット。はい、この赤髪の子は留学生で、まあ、日本に来てこうやってダブルダッチのチームに入って、はい、やってるんですけども、はい、アクロバットいいですね。最近女の子がこうやってアクロバットするチームは結構増えてきたんじゃないでしょうか。留学生のダブルダッチャーは多分初めてじゃないかな。 B ブロック4番フルハウス。はい、男の子が見た感じ多いですね。ちょっと追われる感じの縄ですけど頑張ってます。 B ブロック5番マゼンタ。この子たちも全員 OB のチームですね。はい、やっぱちょっと現役のチームとは違って一工夫二工夫があるのが多いので見応えがありましたね。そうですね。 B ブロック6番スワッグ。はい、こちらもステップなかなか激しく動きながらやってますけども、激しいですね。はい、通るか。はい、どうぞ。はい、いいですね。
B ブロック7番テイパー、はい、縄を捨てちゃいました。縄捨てちゃいましたね、ダブル出したけど、何が来るのか、はい、これ見せたかったんでしょうね、はい、これ、はい、女の子回ってますね、いいですね、はい、B ブロック8番ジラフ、ここのチームの衣装は印象残ってるんですよね。B ブロック9番マイソロジー、なかなか雰囲気作りを頑張ったような曲と、そうですね、パフォーマンスだったかと思います。勢いある曲使ってますね。 B ブロック10番ポルディオス、ここからはい、はい、スピード来ましたね。スピードも通ったらしっかりお客さん喜んでくれますね。はい、はい、いきますね。B ブロック11番ダンク、このチームは今年は結構勢いのあるチームで、はい、パフォーマンスもあと衣装の方とかも結構こだわってて、なかなか思いが伝わってくるパフォーマンスをしてました。ステップからのアクロバットしっかり決まってますね、はい、いいですね、はい、こんにちは、マットのマサです。ダブルダッチのリポートをしていきたいと思います。とても盛り上がっています。熱気が伝わってきます。どんどんいろんなチームが出てきます。 C ブロック1番 G、 そうですね、ここはなかなかやる気のある子供たちがいるという印象ですね。スピード取るかな、はい、取りましたね。 C ブロック2番デール、ここのチームは安定感のあるアクロバットが結構入っていて、やっぱ迫力がありますね。ちゃんとナーも通します、はい、ナー通しますね。C ブロック3番 B クロー、6人チームですけど今3人でナー回して、3人でナー飛んで、みんなでダブラッチしてますね。はい、 C ブロック4番レイジーデイジー、全員女の子チームで、うん、みんな OG のチームなんですけども、すごい隙のないパフォーマンスで見てて勉強になりましたね、うんうんうん、はい、面白かったです。 C ブロック5番ガングルー、はい、ダンスしてますね結構。お、ハウスのステップかな、はい、はい、C ブロック6番ラグアウト、はい、ちゃんと縄の中でアクロバットしてます、はい、頑張ってますねアクロバット、はい、やっぱダブラッチは縄通さないとダメですね、はい、はい、スピード、はい、はい、C ブロック7番ジョリーソレイユ、ステップしながら下ずっと見ちゃうとなかなか必死感が出るんでね、もうちょっと余裕見せるために正面見れてもいいかなと思いますね。でもしっかり通してます、はい。 C ブロック8番マリオ・ホフマン、これ衣装もこだわってますし、はい、あとそうですね、やっぱり工夫がやっぱ他のチームと全然違いますね。うん、余裕すら感じさせられるいいパフォーマンスでした。いい顔してますねみんな。C ブロック9番ディンキー D、 女の子の合わせたダンスと、はい、うん、はい、 C ブロック10番チェルシー、はい、ラビットですね。お、ラビット簡単そうに見えるんですけども、これが意外と難しいんですよね。はい、ちゃんと取りましたね、はい、さすが。 C ブロック11番ジップコード、ここはこの大会で唯一東京から参戦してくれたチームですね。上回生っていうのもあって縄が安定してます、はい、難しいこともさらっとやってますね、はい、はい、いいですね、はい、さすがですね。お知らせの後も個性的なチームがたくさん登場します。チャンネルはそのまま。イオンモール京都5階オンライン予約完備、フードメニューも充実、 3D 映画続々公開、映画でエンジョイ DJ 京都。ダイムマープル Q、 LA インポート、ダースダースダイム、ダイム京都アバンティ店9月1日3階にリニューアルオープン。